はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。もうすぐね4時でございます。16時ですね。7月の16日は土曜日でございまして、まったりとしています。日は照ってません。雨はねちょびっと降ってるようでございますね。さて、こうフィスコというサイトがあって、ようわからんサイトなんですが、もうこれ 経済関係なんでしょうね。フィスコ、なんか聞いたことあるような。そこのタイトルにですね、14日、これは昨日ですか、14日はおとといか、おとといの記事で、ニューヨーク外為ドルもみ合い、7月 FOMC での 1% 利上げ確率上昇、米中物価や、米中物価って何か知らんけど、アトランタ連銀総裁発言でというタイトルでちょっと読みますと、ボスティック米アトランタ連銀総裁は6月消費者物価指数 CPI の結果に懸念を表明し、全てが選択肢になると言及した。これ話題になってました。また連邦準備制度理事会 FRB が公表した最新の米地区連銀経済報告ベージュブック、そういうことかによると、経済活動が緩慢なペースで拡大していると報告されたほか、多くの地区がサプライチェーン問題や労働者不足問題が継続していると報告。さらにほとんどの地区の賃金の伸びを報告。物価圧力は年末まで続くと予想していることが明らかになった。短期金融市場では7月連邦公開市場委員会 FOMC での 1% 利上げを4分の3の確率で織り込んだと。すごいな。実はこれ14日の記事ですけども、ちらほらとこの1日2日前からですね、もしかして 1% というですね、話が出てきました。僕は日本語のニュースしか読んでませんけども、多分英語のニュースですね、向こうのアメリカのフィナンシャル関係のニュースではですね、 1% って出てきてるんでしょうね、きっと。それが一部日本語になって私も目にするというところでございまして、26と27日ですね、もう1週間ちょっと先に迫りました。FOMC の会合がございます。そこで 0.75% ですね、BP なんだとか言うたりしますけど、要は 0.75 プラス 0.75 になるということがほぼ織り込まれています。先月も 0.75で、実は 0.75 なんて幅でやるのはですね、もう何十年かぶりからしいですね。私も 0.5 でびっくりしましたけども、 0.75 ときたかと。それを2ヶ月連続でやるって、こんなんね、どうでしょう、ここ4、50年の歴史の中で1回もなかったんじゃないですかね。でもそれを今やってるんですよ。でなぜ利上げをするのかっていうのは当たり前の話ですけども、物価を抑制するためです。なぜ物価が上がっているのかと言いますと、これは原油価格等に始まる資源価格が上昇しているせいですね。アメリカの場合はコロナのせいでですね、人手不足に陥りまして、労働市場も大変厳しいと。余っている、失業者が溢れているよりもですね、労働市場が逼迫している方がまだいいんですよ。賃金上がりますから。しかし賃金が上がるということは今度インフレになるということなんですね。彼らが作る製品の価格も上げざるを得ないということなので、アメリカという国は比較的こう反応が早い、比較的どころちゃいますね、一番早いかもしれませんね、大きな国の中では。つまり上がるときにはガンガンって上がります。日本の物価上昇率なんてまだやっと 2% 超えたかなということですね、前年同月比で。でもアメリカは 8% 9% 来ています。それを抑えるためにはですね、金利を上げなあかんって、金利を上げますとですね、景気が悪くなるというのはセオリーでございます。でもその多少景気が悪くなったとこ なることもですね、踏まえつつ、それでも利上げをしなければならないというところに今追い込まれているわけなんですね。で、私はね 0.75 やと思うんですけど、27日に多分発表なの、日本時間28日ですけども、
今月末ですね、あと2週間後 0.7 ぐらいだと思うんですけど、まあ、0.75 でも、ね、予定通りということでいきます。仮に 1% であればですね、ちょっとしたサプライズになりまして、どうなるかと言いますと円安になります。日本の場合はね、日本の場合はガスーンと円安になって、もう143円とか4円とかっていうところまで行ってですね、日経平均がガクーッと、まあ、500円とか600円とかで下がります。あの3万円は割るでしょ、3万じゃ2万円か、2万円は割るでしょうね。でお隣さんはですね、一気にですね、1400ドル分が1400とかで行ってしまいます。知らんで、ほんまに何が起こるか知らんで。でもアメリカという国はですね、こう本当にビビッドに動きますね。あの日本みたいに、どうしようかね、ちょっと分かんねえとかって、あ、黒田ロスさんみたいに、俺は関係ない、日本関係ない、円安は日本経済にええねんとかって、ああいうふうにクソ意地を張らないというのがアメリカでして、彼らのこう、どう言いますかね、こう際立った合理主義に私はいつもね敬意を感じます。まあすごいやんと、せやからこそアメリカやん。もう日本はね、本当に遅れに遅れてですね、遅れてるうちにまた照明がこっち変わってたから、ええやん、それでもおてるやんみたいな、アホかいなと思うんですけど、そうやってるうちに失われた30年になってしまったわけですね。だから今、失われた30年が失われた40年目に突入したなんて言ってる人もいるぐらいでございます。でもね、はっきり言ってそうですよ。あの日本の経済が弱っていってるのはですね、やっぱり金融当局のですね、おかしなですね、政策のせいっていうのはあると思いますよ。ある程度それは関係あると思いますよ。あとは政府の政策ですね、もあると思います。あんな安倍さん、あえて言いますけども、安倍時代になさったあれですね、派遣労働者法の改悪って、あんなことをですねやってるからですね、日本経済はいつまでたってもですね低迷してるわけでして、やることがですね、反対なんですよ。あれもっとね、これあれなんです、派遣労働者なんていうのを、まあですね、締め付けてないようにしてしまう。その代わりに解雇規制を緩めてですね、解雇しやすくすると。まあ、一見それがですね、労働者側にとっては厳しい法改正かもしれませんが、長い目で見ればですね、日本経済にとってはもっとですね、筋肉質な日本経済になるはずなんですよ。今ブヨブヨなんですよ。そんな派遣労働者の人たちは大変ですよ。いや、安い賃金で働かなあかんけども、一方潰れなあかん、潰れるべき会社がですね潰れなくってですね、でしょうもない働かない正社員がブヨブヨと太っててですね、何の役にも立たないわけですね。だから日本経済全体が贅肉がいっぱいついてるという状態なんですね。だからそれをですね、もっと厳しく筋肉質の日本経済にすべきなところをですね、あの派遣労働者を2013年でしたかね、14年やったかな、2014年やったと思うんですけど、があかんよって、あの解約したおかげでですね、さらに日本経済贅肉が増えてしまったという状況なわけですね。まあそれは余談でございますけども、いよいよ26、7という FOMC の会合が近づいてまいりました。 0.75 はすでにもう市場は追い込んでいると私は思うんですけども、これから 1.0 なんていう、こう1回で 1.0 上げたことなんで過去にあるんでしょうかね。過去100年ぐらい遡って、あるのかも分かりませんけどね。少なくとも私が生きてる間はそんなに聞いたことないですよ。1% みたいな。いよいよですね、日銀もですね、140円を超えますとですね、おい何やってんねんお前らはみたいになってくるところがあるんで、黒田さんもですね、方針を変えるか、あるいはもう俺は辞めるってお辞めになるかという瀬戸際まで追い込まれるんではないんでしょうかね。だからぜひ 1% 上げていただきたいなと私的には思いますけどね、やれやれって感じですね。で一気に140円とかいったらええねんという思いますね。ドルウォンもそれで一気に1400という超えます。お隣さんの方がもうより深刻ですよ。1400超えたらあとどうなるって感じ。知らん恐ろしくて、その後のことはですねあんまり考えたくないんですけど、スリランカやですねベネズエラみたいな方向に向かうと
いうことは十分ありますね、お隣さんの場合は。日本の場合はこの1億2000万の国民がですね、貧乏になるということですね、あんまり歓迎はしませんけども、でもそこでぜひ切り返してですね、日本も金利をつけるという方向に行くべきですね。大変厳しい道ですよ、それは。バブル崩壊しますからね。だから無理してタワマンとか買うた連中はですね、もう悲壮なことは悲惨なことになりますね。まあ、わかりません。わかりませんが、このフィスコのね、一応貼ってみますね。後で取るかもわかりませんけども、ニューヨーク外為と、1% 利上げかもという記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。